はい、どうも、皆さん、おはこんばんにちは。タカポンです。と、やっていきましょう。そして、何をしてたんだっけ？ああ、そうだった。忘れてた。何のために行ったんだっけ？ああ、例えばこんなのがありましたよ、という感じだったね。なんかさ、別のさ、部屋にさ、絶対あるよね。隠し通路。俺はそうに違いないと思ったよ。でね、それがどこにあるのかはわからないんだけど、多分あると思うんだよね。お待ち。まさかこの中にないよね。ないですね。はい。そうだなぁ。どこにあるんですかね。ね、そのどこにあるんですかね。もうある前提で言っちゃってるんですけど。どこにあるんだろうなって感じだよね。だってねえ。それ以外なんか思いつかないっすよ、俺。俺の頭では。ここ行ける？行けないよね。なんだろうな、どうすればいいんだろう。本気でわかんない。こんな場所あったんだ。でもなんもないね。地図の断片。なんだ？何がどうなってんの？外か。なんだろう。あまりにも多分ね、長かったらね、多分カットします、ここ。見つからなさすぎてもね。ちょっとカットするかなって感じで。まあ、いきなりね、カットバーってなった時はね、結構時間かかったんだなっていうのをね、察してください。壊しちゃいいってわけでもねえもんな。皮質領域への強烈な刺激は期待ほどではなかった。被験者は叫び続け、あっけなく死んでしまう。うわ、ちょ。精霊の調整次第で良い結果が得られる。唯一の問題は銃持ってるやどのつじゃ領域ない？に集中するかだ。ごめん、外した。恐怖、希望、承諾、信頼、嫉妬。この中の重バ要カ。な3つがこれ外しすぎ。扉を開ける。おお、走るな。倒れろよ。マジで言ってんの、お前。どっから出てきたの、あいつ。こんな場所あったんだ。俺気づいてなかっただけ？みんな気づいたかな、リスナーさん。リスナーさん気づいたんだな、俺がバカなだけっていうか、気づいてなかっただけっていう、本当に。なんか俺毎回ギリギリだね。
人もいるんだね。お、やばい。おお、これ敵も引っかかればいいのに。これね、あの爆弾、敵も引っかかってくれたらすごい便利だと思うんだけども、まあそう、そんな風な感じにね、そんな便利なものでもないっていうね。まあ撃てばね、あれだろうけど。おお、ここにあった。またか。ちょっともう一回ちゃんと話を聞いてね。被験者番号58、実験番号 92A、 電極1、 M の33、 M の33領域効果なし。あそこ大脳新皮質の承諾の領域、 M の33効果ありと思われる。実験は部分的に成功。被験者の人格は残存したままである。 M の33ね。ここだな。あ、違う。 M の33。ここが、こっちは位置付けだもんな。ここら辺だろ。おう、ビンゴ。いいね。ここが君が言ってたいわゆる聖域かね。個人の研究室か。君は大したものだ。どうして戻ったんだ。僕は許可していないぞ。同じ科学者仲間じゃないか。科学者は知識の探求に打ち込むものだ。君の研究を見せてくれたら私もいろいろと。きっと気に入らない。君悪がられる。一般人が君が悪いと嫌悪感を抱くようなものを研究するのが科学だ。私も多くのものを研究してきた。君が悪いもの。僕を化け物だと思ってるんだろう。見かけばかり気にするのが君の悪い癖だ。大事なのは頭脳、たったそれだけなんだ。一人はマルセロ、もう一人はルビ君。あのちっちゃい子が。まあね、確かに見かけは関係ないね、科学に。確かに頭がいい奴らさえ集まればいいんだもんね。さあ、あ、いるの。おい、もう、はい、お疲れ様。セーブしたいけど、まあいいや、しないとこ。ここ絶対扉、あー開いた。おー開いた。マッチ。こんなもんかあんの。
スニークキルできるだろう。完璧。ジェルいっぱいいるな。これはなんだ、スナイパーラムの弾か。さあ、フリーズ。そうだな、こんなもんだろ。で、これね、弾は補充しておきたいね。よし、いいんじゃないか。なんだ、すごいね。誰なんだろう、こんなに爆弾仕掛けたの。危ないよね。お、あ、ジェルね。お、手榴弾。なんだ。おお、なんかいっぱいあるぞ。音楽室の式、洋館。洋館音楽室の式。無残に切り裂かれた二つの世界。上には惨めな死を患う顔のない傍観者たち。笑うか、患うか、ちげ、笑うか、笑うだな、これ多分。下には全てを奪われる哀れな犠牲者たち。おい。へい。あー、ちょ、触るな。あー、びっくりした。もうあいつ出てくるのかと思った。あー、もう触るな言う前に俺の自分の手がもう俺の手が先に動いちゃってるからね。どうかな、これはね。もうね、すいませんね、俺流のやり方でやりますよ。こうやってね、ちまちまやっていくっていう、あまりの時間かかったらね、まあカットします。さあ、行き過ぎ。どうなるのかな。案外ね、これ早く終わったりするパターンもあるかもしれないんで、案外ね。てか普通にこうやった方が早いわ。上の方がメモリ進むの早いから。はい、この地味な作業ね。どっかにさ、確実にさ、ヒントあると思うんだけども。うわ、びっくりしたー、いきなりおー、開いたぞー開け方が普通の人と違う開け方だけども、俺の開け方真っ暗。何こいつら。お、ラスト、ラストラスト。さあ、お次は被験者番号14、実験番号88C、フライング3回目。電極 C4、C の4、最上階を刺激する希望の領域だ。 C の4、希望を与えることで被験者への支配力は高まる。だがそれだけでは十分ではない。おう、おう、ダメージ食らうんだ。
ここかな。あ、違う。被験者番号14、実験番号 88C、 プライミング3回目。 M8C の4、 C の4は分かるんだけども、希望の領域だ。あ、そこと。あ、じゃあ上の部分か。目の希望を与えることで被験者への支配力は高まる。だがそれだけでは十分ではない。目の斜め上、斜め右上、この辺かな。違う、目の斜めここか。あ、違う違う、刺さってるとこをまず確認しないといけない。こことこの間、これとこの間、ここがこの辺か。こっちか。違うよね。いや違うな。後ろのやつは多分違うやつだ。電極 1C の4、 体上界を刺激する。希望の領域だ。希望を与えることで被験者への支配力は高まる。だがそれだけでは十分ではない。どうだろうな。ここら辺なのは分かってるんだけども、すげえ難しいな脳って。何がどうなってるのか分かんないよね。おお、決まった。よし、帰りなんか出てきそうだけど。今年は君の家族から病院に寄付が来ていないようだ。なぜ寄付する？寄付に値することを病院がしたのか。あのテープの声の人だ。ビクトリアの家は病院にとって貴重な寄付者だったんだな。ご両親は？もういない。いつ戻るんだね。まだ何か言いたいことがあるのか。君に伝えに来た。もう病院から君に支援することはできないと。素材の提供もだ。君の研究ももう終わりだよ。よくもこの僕を脅迫できたな。まあなんか裏でいろいろあるね。時間は無駄にしたな。じゃあな。オープン。絶対なんかこれ走んないといけないパターンでしょ。またもう分かりきってるよ。もうね、もう分かってる。あ、やべ、なんや。お、綺麗に切る。最後まで。ここは一体君を治す方法など存在しない。綺麗な皮膚を剥がす。頭も。ルビク、ルビク。どうしたルビック。
これついてけばいいのかな。なんだこれは。大層な扉やな。何？これは記憶か。え？なんか絶対やばいやん。絶対倒せない系やん、あいつ。なんだ？うわ、うわ、うわ、どうすればいいのかな、これは。あー、どうしよう。そうだな、まあ、どっかにいい道があるんだろうけど。やばい。お、マネキン。おお、すごい。なんだって、お前も苦しめって聞こえたけど。あ、自分でこれやれって。おう、玉切れか。弾が、うわぁ、トラバサミ。すごいね、ここ。やばい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 。あ、無限に走れる。来た、こういうの。みんなお前のせいだ、言われたで今。別に何かしたん？記憶にないが。地図の断片。お、ここに導いたのはなぜだ。なぜだ。ラウラー、どこにいるの？ラウラ、そこってわかってるよ。息が聞こえるもの。
俺たちの土地を買い漁って俺たちのもんだと思い知らせなくちゃな。おい、ガキがいるみたいだぜ。何も聞こえねえな。クズやな。嘘。誰かお願い、負けて。マジか。早く止まって。ああ。こりゃひで。クソ、早くここから出なければ。あそこだ。わかってる。それはさっきのムービーで見たからね、多分そういう感じだろうなと思ったんだけどもね。これね、どうやって行くんだっけ。これ上打てばいいのかな。あ、違う、これぶっ壊れてるわ。あーとね、これか、これだ、多分これだ。いや、違う、いや、そうだろ、これだろ。あ、早くしないとやられるぞ。おー、あ、これか。よし。OK。よし、飛べ。飛ぶんだ。ちょっと主人公。どうすりゃいいんだろう。意味ないもんね。いや、ちゃう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 。ここ、これは？ああ。なんという弾の無駄遣いって感じだけども、俺のやつがね。よしよし。え？そう。また？あれがない。そうだな、これ使うか。嘘。なんだよ。まあもうなんか毒の通りね、時間も過ぎちゃっているので、じゃあちょっと今回はこの辺で終わりたいと思います。多分ねボス倒したらね終わりだと思うんですけども、まあまああれなんで今回はこの辺で終わります。やっぱ倒す。うん、倒します。うん、倒そう。多分終わしたら終わった、多分ね倒したら終わりなんで、あれ、オッケー。
さあ、違う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 、おお、いいね、おお、ランプ、何してんの、やばくない？お？食べてくれ。体力を回復しないと。子供たち。おお、なんか戻ってきたぞ。あ、なんか行けるしね。板が行っちゃったしね、閉まっちゃうしね、しかも終わりじゃないか、これで終わったー、チャプター9クリア。あー、まあよく分からなかったよ、うん。じゃあちょっと今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、というわけでね、ご視聴ありがとうございました。次回も、次回パート10ですね。パート10じゃねえ、チャプター10ですね、もう。はい。だけどね、次回も、お楽しみに。